5期のその風疹の時に、抗体検査をして、不十分だった場合に、予防接種をしようというふうになってるんですけど、これめんどくさいですね。本当はあの、風疹の免疫を持ってようが持っていまいがかかったことがあってもなくても、みんなに風疹のワクチンを一斉に、接種した方が、早くできると思うし、抗体を検査するっていう手間が省けます。医学的にも全然問題がないんですけれども、ただあのおじさん世代でもやっぱり7割の方は免疫を持っているというと、全員にワクチン接種しちゃうと本当にワクチン足んなくなってしまうと思うんですね。輸入しよう、まあできないけれども輸入しようと思っても間に合わないし、生産も間に合わないし、となるとワクチンの、まあ、不足になってくると、肝心の子どもたちとか、それからあるいは妊娠するかしないかあたりの女性たちに免疫をしようと、十分に必要な部分へのワクチンが足んなくなってきちゃうかもしれない。それのために、大変ご迷惑をおかけするけれども、一回検査をして、必要な人だけ、ピックアップをして、その方にワクチンを受けていただくというのが、5期の、風疹のやり方になってます。